私の信じてきたものは一体何だったの？これからどうすればいいの？もう防衛軍としてみんなと一緒にいられない。だって私はみんなに示す正義がなくなってしまったのだから。いっそあのまま死ねたならどれほど良かったか。でもきっと私は生かされる。自分の意思ではなく、私が培ってきた経験や栄光が全て無意味に感じる。全て茶番で、それはもろく持ち上げればすぐに手から落ちていく砂のように。全部嫌になったのに、こんな私、誰に見せたらいいの？麗華姉さんになんて顔をすればいいの？消えていく。私を形成していたものが消えていく。でもいっか、こんな私がずっとそのままあっても仕方ないし。素敵ね、今だいたい16歳くらいかしら。あと少し若くしたら私がしっかり教えてあげるわね。賢者を使ってね。私の娘ですもの。君主以上の席を用意させるわ。あなたならきっと君主の悪魔すらも刺激してしまうかも。だって私の娘だもの。やめろー、放火に近づくなー。やはりやめ、元気があっていいわ。私の攻撃を一息で、そんなの見たことないよ。ベテラマを撃破しても所詮は子供、年季が違うのよ。若い子にはまだわからないかしらね。実際、こっちには1000歳超える金額ババアを知ってるのよ。絶対言ってるでしょ、そこを離れろー。はいはい、血の気が多いわね。どうなってるの？姿が幼くなってる。それに見た目かなりの重傷。どういう状態？何をした？これを解け。それはいや、放火は私のものだからあなたに指図される筋合いはないわね。このおばさん、さっきの脳みそくんが雑魚に感じるくらいのただならぬ気配を感じる。依存なら絶対に負ける。あっそ、ならもういいや、放火は。足手まといはいらないし、ほっといて敵になるくらいなら今このままとどめを刺した方がいいからね。はったりね、仲良しこよしのいい子ちゃんがそんな判断はできない。どうぞ、あなたがそう判断するならそうしたら。そう、ならお言葉に甘えて。だから、本気で撃った？しかも本気でとどめを刺した？さて、戦っても勝てないし、私は逃げるよ。さよなら。消えた、瞬間移動か。やられたわね、ちょっと侮ってたわね。まさか光側の無慈悲に仲間にとどめを刺せる奴がいるなんてね。侮辱だわ。かな、お前は絶対に忘れないからな。私の娘を殺した恨み、100倍にして返してやる。帰ったね。よかった、瞬間移動と気配同化で身を隠してただけだったんだけど、あまり離れすぎたら私の次元支配が解けちゃうからね。放火を置いて離れれなかったから怖かったよ、本当。下準備は本当大事だね。あそこでアクションを起こす前にここ周辺の模倣世界を作ってたおかげで放火を瞬時にそっちに移動できたよ。次元支配、模倣世界。本当にひどい。このままだと本当に放火死んじゃうかも。俺はカナなら安心して命を任せられる。そんな子だよ。わかってる。私はその方の言葉を裏切らないために準備したんだから。とりあえず月下はメリアのところに行ったら、私も準備できたらそっちに行くから。そうだな、俺も行かないといけないんだった。月下、急いでメリアのところに行くぞ。わかったわ。さて、私の準備をしようかなーっと。帰るよー。おはよう、ミエル、眠そうだね。実際結構眠いよ。みんな朝早いんだからさ、ネルたちもみんな訓練場に行ったし。そういえばどうしたの？私に何か用事だった。ミエルって1日4個だけどんな傷も治せる治療薬を作れるでしょ。それ4個全部ちょうだい。ああ、これね、別にいいけど4個もいるの。私ってお調子者だからさ、きっと迷惑をかけちゃうと思うんだ。それに襲われる可能性があるならもちろん怪我をする可能性もあるでしょ。今回の遠征、パトが私のことをすごく推してくれた。信頼を寄せてくれた。だからできる限りの準備をして、笑顔でパトのところに帰りたいんだ。それで褒めてもらうの。やっぱりカナを信じてよかった。って言ってもらえたらすごく最高じゃない？そっかそっか、それじゃあ渡しておくよ。無事帰ってきてね。ありがとう、ちゃんと帰ってくるよ。体中痛くて休めるかー。本当は全部終わってから食べようとしてたけど。すごい、まるでミエルの治療を受けた後みたい。これはすごいや。よし、早速放火のところに行くぞー。すぐに助太刀するからね。まずは傷だ。その後このまとわりついてるやつを取り除かないとだね。ほら、放火、飲んで。なにこれ、これを飲むと助かるの？なんで助からないといけないの？死にたいのに。もう私の相手をしないで、このまま死ぬのを見届けて、それで私は全てから逃げたいの。さっさと飲み込んでー。自然支配、水流。あれ、あら、絶対に動かないでね。私も初めての試みなんだから。はい。はい、オールクリア。治したね。はい、治りました。死にたかった。知らないよ、そんなの。何があったか知らないけど、放火が別に直接悪いことしてないんだったら関係ないでしょ。間接的原因で悪者になるならこの世は犯罪者しかいないでしょうが。ごめんなさい、でも考える時間をください。とりあえず月下とかなでも回収するよ。あと放火、いろいろ多分話し合わないとだけど、多分防衛軍やめないとだよ。相手から死んだことになってるし、若返ってるし、いろいろまずいでしょ。そうね、そこは考えるわ。それに私はもう暗い、帰ってくる間にその暗さだけはどうにかして。はい。よかった、奏での方には来てなかったんだ。無事だったのね、よかったわ。無事悪心境を倒したよ。放火も助けたし、とりあえずこっちに誰も来てないならこれで脅威はなくなったね。みんな無事なんですね、よかった。願いが届いたんだ。まあ、無事とは言えないけどね。どういうこと？見てのお楽しみ。そういえば奏で、目的は果たせたの。はい、おかげで両親に挨拶できました。本当によかったです。奏でさん、ここがパワースポットだったらしくて、それなりに成長できたのよ。かくいう私もここがパワースポットだったから潜在能力が引き出されて強くなったし。二人ともいろいろ成果を得られたみたいだね。よかったよかった。それじゃあみんなで帰ろうか。ちゃんと帰るまでが遠征だよ。こうして奏での両親の墓参りという目的の2遠征がなんとか完了した。みんな無事とは言えないのが残念だけど死んで誰かが勝てる結果に比べたら全然いいかな。放火さんどうしたの？なんか小さくなった。というか肌の質感が若々しくなった。月下ちゃん、それって少なくとも肌は老けてると思ってたわけ？そんなことないざますよ。なんか、妹ができたみたい。体の調子はいいんですか？筋肉にもすごく身軽になったわね。筋肉が若々しいからかしら。運動して数日後に筋肉痛とか、神経痛とか、運動前のストレッチをしておかないと筋肉がつるとかなくなるんだからいいじゃない？ねえ、まさか煽ってる？実は内心すごく若作りしてるおばさんって考えてたでしょ？違い妄想よ。だって実際陰ですごく努力してたのは光で知ってたし。本当そういうところ姉さんと一緒ね。人の陰の努力は見てはいけない領域なのよ。なのにあなたたちは軽々しく。元気そうでよかった。さっきまで放火、あれだけ落ち込んでいたのに、月下のおかげで元気になった。とりあえずこれから私たちでフォローしていけばきっと放火の前を向いてくれるよね。とりあえず時間も遅いし、何かあっても怖いから私の次元支配の中でゆっくり帰ろうか。かなちゃんいいの？息はそれはできないって。でもそれは時間というより奏での体力的問題だったから。でもいいじゃん、放火も考える時間が欲しいって言ってたし、ゆっくり時間かけて東京に戻ろうよ。私の次元支配なら時間を遅くすることできるし。そもそも最初からそうすればよかったじゃない。さすがに東京から見えよ徒歩は奏でが無理でしょ。正直、さっきのおばさんに出くわす可能性を考えたら何時間かけて東京に帰る方がよっぽどマシだしね。疲れたら私がおんぶするから一緒に東京まで帰ろう。ここから数日という時間をかけてゆっくりと東京に帰った。それだけオーラをたくさん消費したけど、まだ逃げるの薬が2つ残っていたから多少無茶な使い方をしても問題はなかった。でも時間があったおかげで放火の中で考えがまとまったらしい。ずっと考えてたけど、この旅が終わったら玲香姉さんから私は死んだことにしてもらうわ。もちろん東谷兄さんも口合わせしてもらうけど、もう私は表には立たない。だからもう私は地球防衛軍引退。まあ防衛軍には頼れる子たちがいるからそこはあんまり心配してないわ。その代わり、私は自分探しをしたい。今は本当に何もかも失った。価値観も経験も地位も。だけどそれでいい。再度一から自分という存在を作り上げて、そして次こそは負けない。天の絵強化を倒す。そのためなら何度だって立ち上がってみせる。みんな私のために元気を分けてくれた。感謝しないとね。帰ってきたわね。はい、長かったけどすごく充実した時間でした。厚労省はかなちゃんね。かなちゃんがいなかったら私は死んでたし、みんなも無事だったかわからなかったからね。それに予定通り朝に帰ってきた。だからかなちゃんが最後の言葉をお願い。任されよ。奏で、目的達成おめでとう。成果があってよかったよ。私からも再度感謝の気持ちを伝えます。本当にありがとうございました。お父さん、お母さん、これからも一生懸命生きていくから。それじゃあみんなしっかり帰ってきたということで。ただいま。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。